担当している下村陽子です、ファイナルファンタジー15と、キングスグレーブの一部の曲を作曲しています。はい、アンカーバードのイベントの、感想ですけれども、本当にたくさんのいろいろコンテンツがたくさんあって、非常に大きなこのタイトルに関わらせてもらってるんだなっていうことをすごく実感しました。大きなイベントで、もう私自身もちょっとこう感動して拝見しました。嬉しく思っています。はい、キングスグレイブの、映像作品の音楽の作り方なんですけれども、基本的にはまあ同じチームで作っているので、音楽を作ること自体の大きな変革っていうのはないんですけれども、やっぱりこう映像普通にこうなんていうんですかね、ゲームだとこう楽曲のリストみたいなのをこう何十曲っていうのをもらって、これを書いてください、これはこういうシーンですっていうのがあるんですけども、今回はそういうのがキングズグレイブに関してはなかったので、どこにどういう曲をつけるのがいいかとか、どういう感じでコンセプトの曲を作って、それをどこで使うかっていう感じにした方がいいんじゃないかとか、いろいろそういうちょっと映像作品ながら の制作のちょっとこの過程が違うみたいな部分はありましたね。はい、昨日のアンカーバードのイベントでキングスグレイブや新しい PV、 それからプラチナデモでもたくさん新曲を発表できて、また新曲をこうやって皆さんにお届けできることがすごく嬉しく思っています。まだまだたくさん皆さんまだ発表できていない曲もたくさんあるので、ぜひそれを楽しみにお待ちいただけると嬉しいなと思います。で、本当にもちろんこうやって待ってくださってるファンの皆さんがすごく嬉しいです。まだ各曲はまだこれからも各曲があるので、これからも楽しみに本当にしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。